はい、じゃあチャプター3やっていこうと思います。星を救う、でっかい初めの一歩だ。お前ら、ピーヒャラ喋るんじゃねえ。捕まるぞ。やべ。次の作戦まで自由行動。最高にうまいもんでも食っとけ。アジトでな。忘れたか。店の名はセブンスヘブン。ティファに顔を見せて安心させてやれ。マリー、父ちゃん帰ってろ。早えな。戦いの時もそんぐらいの勢いで走ってくれよ。魔鋼は星を巡る地って言われてもな、剥がしても剥がしてもすぐ元通り。妄想じみた主張はともかく、しつこさには頭が下がるよ。見ろよ、あの美しい鉄骨、たまんねえな。おい、あんたどうした。魔鋼中毒かよ。またあいつか。この作品やと魔鋼中毒って何かよくわからんよな。スまみれ、粉塵まみれ、おまけに疲れてドロドロだ。待ってろシャワー、俺はとにかくご飯ご飯。ジェシーは、今日の反省かな。嘘ばっかり。なかなか様になってきた。お、ティファや。マリー。ただいまおかえり。あ、いい子にしてたか。うん、ティファと遊んでた。おー、そうか、よし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 。お疲れ様。うん。それ、どうしたの。ああ、本物でしょ。珍しいね。え、意外だな、クラウド、こんなことするんだ。5年ぶりだ。少しは変わるさ。え、バレットに話がある。うん、入って入って。これが再会なんやったっけ。マコールが爆発したんだよ。この以前ずっとニュースばっかりなの。再会の割にはあっけない。父ちゃん、今夜はもうどこへも行かないから、テレビ消して念々しような。報酬の話はティファとしてくれ。会計担当だからよ。ああ。
何に何しやがった。知らない人とは喋っちゃダメって。え、偉いぞマリ、父ちゃんとの約束忘れなかったな。偉い偉いぞ。じゃあお休みの時間も守らないとな。いや、父ちゃんとお話しする。特別だぞ。あ、そうだ、ご飯食べる？いや、報酬の話をしたい。あ、そうだよね。あのね、クラウド、ちょっと外で話そう。死んだ人はクラウドちゃんと星に帰れたかな。ガメッツ、どっから丸くなったんやろ。気づいたらリアリスを助けに行こうってなって。お金の話の前に聞く？この近所にね、アパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。家賃はただ。ああ、助かるよ。じゃあこっち。上どんな感じだった？まあ混乱していたな。道路が爆破された瞬間だよね。ごめんね、巻き込んで。軽率だったって反省してる。俺のことなら気にするな。キリエ、俺は仕事だ。うん、と、分かった。シンナを憎む気持ちも分かる。うん。嘘。軍が出動したけど、救助は難航中。しかもさらに崩れる危険性あり。怖え。この目で見て仕入れてきた貴重な情報なんだ。ほら、サンギルちょうだい。ただとは言わせないよ。全然最初気づかんかったな。お通りなナイトクラブには行くなと言っただろ。だからって踊ってる時に邪魔すんな。恥かいたじゃねえか。全然ダメ。あいつがこう何かバレットたちと揉めなかった？ああ、お前に足りねえもの。向こうがどう思ったか知らないけどな。そう、心配だったんだ。クラウドは喧嘩ばかりしてたからね。そうだったかもな。テレビに映ってた8番街、映画みたいだった。ニュース番組もシンラが作ってる。奴らは平気で嘘も垂れ流す。じゃああれも嘘だよね。いや、そっか。ここなの。名前は展望荘。部屋は2階ね。この201号室が私の部屋。でも大抵店にいるからここは眠るだけ。何もなくて恥ずかしいくらい。この202号室が空いてるの。もちろん大家さんにはクラウドのこと話してあるからね。なんて？なんて？ああ、同郷の友達が部屋を探してるってそれだけ。まずかった？いや、いいんだ。そっちは？そこは遅いから明日になったら挨拶しようか。とりあえず寝起きするだけなら大丈夫だよね。必要なものはおいおい。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。何でもやクラウドの初仕事だから気持ちよくポーンと払いたいんだけど。 500？ 作戦の準備で物入りだったから今アバランチにはお金がないの。でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。あれ？あ、これはまた別の依頼になるのか。いや、いい。最初の約束の2000で手を打とう。つまりあと1500だ。助かる。じゃあ明日お店でね。今日はいろいろありがとう。おやすみなさい。
203か。クラウドの部屋だけ、あ、本当だ、クラウダの部屋だけ排水口がない、大変ですね。わあ、下にはあるのに。おい、大丈夫か？開けるぞ。様子を見るように大家さんから頼まれてるんだ。クラウドもお願いね。ああ、あんたがクラウドだね。あたしは大家のマーレで、おととい来たんだって。それまでは上かい？いろいろだ。訳ありか。まあ、ここに流れ着くのはみんなそうさね。困ったことがあったら何でも相談しな。ティファのこともね。ティファがどうしたんだ？泣かしたら承知しないってことさ。あの子はあたしの孫同然だ。覚えておこう。ほら、さっさとセブンスヘブンにお行き。ティファはとっくの昔に出かけたよ。フィルターの交換に行きたいんだ。ジェシーが作った汎用毒性物質除去フィルター、水の嫌な匂いが取れるって評判で、この店よりずっとお金になるんだよね。この辺りのほとんどのうちが使ってるから、新しいのを持って行って代金と古いフィルターを回収してくる簡単なお仕事。聞いてる？ああ、勘弁してくれ。揉め事がないなら俺の出番はない。踏み倒す気満々の人もいるんだね。ああ、お守り代わり。さっさと片付けるか。ありがとう。ついでにスラムを案内するね。回収した代金はそのまま受け取って。来たばかりで何かと入りようでしょ。助かる。12万ギルあるけど、それでも足りない分は後で渡すね。今バレットもお金をかき集めてるから。今日中にもらえるなら構わない。
イテムや懐かしいな。こんにちは、 JS フィルターの交換です。ティファちゃんいらっしゃい、待ってたよ。あれ、そいつは？集金係のクラウドです。お代は彼に。あんたうまいことやったな。その役に変わってくれよ。あんたには無理だ。あ？クラウド、そうだ、せっかくだから買い物すれば。見るだけ見てみよう。ああもうええわ。冷やかしか。気が乗ったらまたどうぞ。冷やかしって。それじゃまたお店で。いつもの用意して待ってます。店の常連さんなの。買い物をするとおまけしてくれるよ。俺にはどうだろう。もう少し愛想よくする。おまけ目当てで、ありえない。じゃあ次の集金は展望層の大家さん。もうあった。じゃあ人柄は知ってるよね。アバランチの大事な協力者だから愛想よくね。フィルター交換です。ティーファー待ってたよ。おや、あんたもいたのか。仕事だ。顔集金係を頼んだの。ちゃんとお守りよ。私結構強いからそれは大丈夫。知ってるよ。でもクラウドにやらせないと。こんな愛想なしだもの。戦うことくらいしか取り柄がないんだろ。そんなことは。顔最善を尽くす。吐きがないね。疲れてんのかい。だったら部屋でしっかり寝るんだよ。スラムの心得その1ね。そういうこと。ほれ手を出しな。マーレさんありがとう。じゃあ行くね。ああ稼いでおいで。ティファに迷惑かけたら承知しないよ。マーレさんのおかげで、すぐここになれたんだ。ここは、長いのか。もう、5年かな。そんな話より、集金集金。次が最後の武器屋さん。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。初見感ない。ここは違う。また新しいマテリアを開発できましたよ。こいつこそ別次元から来てるんじゃない。全部買っとくか。ああ。クラウドさん、新たなバトルレポートを発行しました。これが最後のレポートとなります。最後までよろしくお願いします。クラウドさん、ハムとか研究へのさらなるご協力をお願いします。これはちょっとメンツの多い時にやろう。バトルレポートのデータ提出をお待ちしています。さすがに無理や。ティファちゃん、フィルター交換かな。何ですか。えい、あのフィルター全然効果ないぞ。申し訳ございません。ではこちらのフィルターを試してください。もういらないから帰ってくれ。残念です。ではここまでの生産をお願いします。なんだ、効果ゼロなのに払うかよ。代金は彼に。世の中なめてるんじゃねえぞ。払うよな。ありがとうございました。これでフィルター交換はおしまい。お代も受け取ったし、武器見てみる？それより、バレットの集金はいつ終わるんだ？今晩の開店前には。
それまでまだ時間があるけど、どうする？そうだな。あのね、アイデアがあるんだけど、聞く？本格的に何でも屋を始めるなら、まず縁を作るべきだと思う。ご縁はお金より大事だから。スラムの心得か。うん。縁が仕事を呼んで、いい仕事をすれば評判が立って、それがまた縁を呼ぶの。どうすればいい？自警団の仕事、肩代わりとか。ほぼボランティアだけど、縁はつながるよ。やってみよう。詰め所は誰もいなかったから、上に行ってみよう。ルキア、覗いていかないかい？スラムで暮らすなら一人に一つ、ルキア待とう。あ、今日は二人が当番なんだ。あ、もしかしてクラウドさん、入団希望っすか？場合によってはな。自警団は何をするんだ？いろいろあるけど、まず居住区に紛れ込むモンスターを退治したり、住民に自衛法を教えたり、それがメインだ。自分の身は自分で守る、これスラムの心得っす。クラウドには実績が必要なの。いい評判、いいご縁、それを自警団で作れないかなと思って。持ってこいの話があるっす。俺たちじゃお手上げのモンスターだ。金は出せないが、俺らなりの礼はする。そうだな、まずはその剣改造してないだろう。ああ、小細工なんていらない。それなんかの誓いか？改造すればあんたもっと強くなるぜ。かっこいいな。おせっかいだろうけど手順を教えるな。できたか？ま、使いながらいろいろ試してみるのかな。ああ。それから俺らなりの例その2、何でも屋の宣伝だ。ウェッジがいればすぐにスラムに知れ渡るよ。クラウドさんのためなら腹ペコでも街中を練り歩くっす。で、モンスターはどこにいる？瓦礫通りだ。頼んだぞ。クラウド、一緒に行くね。一人で十分だ。でも、道知らないでしょ。頼む。任せて。スラムで一番のガイドよ。一旦切るか。切ります。